こんにちは。散歩目ニュースのお時間です。今日のニュースの一覧はこちらになります。最初のニュースは、パパの誕生日ケーキを食べた犯人は、昨夜パパの誕生日にママが一生懸命作った手作りケーキをつまみ食いした犯人がいました。犯人は三姉妹ポメラニアンの誰かです。皆さん、犯人を当ててみてください。君は名探偵になれるか。三女のマリンちゃんに話を聞いてみたところ、私はずっとおもちゃで遊んでてケーキの存在に気づいてなかったと言っておりました。マリンちゃんに誰が食べたかわかる？と聞いたところ、告げ口したら怒られるから私からは何も言えないと言ってました。次は次女のクララちゃんに話を聞いたところ、私は社会活動はやるけどケーキをつまみ食いとか特に興味がないと言ってました。クララちゃんに誰が食べたかわかる？と聞いたところ、私は社会活動をしていて見ていないと言ってました。長女のメルちゃんに聞いてみたところ、私は何も知らないよと言っており、メルちゃんに誰が食べたかわかる？と聞いたところ、やっぱり私は何も知らないと言ってました。皆さん、犯人はわかりましたか？犯人はこのポメラニアンでした。つまみ食いした疑いで、職業自宅警備員主任のメル容疑者4歳、昨夜パパの誕生日ケーキをつまみ食いした容疑で逮捕されたメル容疑者。メル容疑者は最初は容疑を否認していたのですが、証拠の映像を見せたところ、ついに関連した様子のメル容疑者。メル容疑者の供述によりますと、目の前にケーキがあったら誰だって食べちゃうよと逆切れにも取れる供述を述べており、他にもつまみ食いしてないか捜査中。ただクララちゃんとマリンちゃんがあんまりメルちゃんを怒らないでと言っており、それに免じて今回も厳重注意としました。やっちゃったね。以上、散歩目ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。